はい、半魔家の本家の半魔岩尾先生です。私はもう還暦になっておりますけれども、24歳の時にね、23かな、の時に2ヶ月間ちょっと重症で、ね、入院したことをございまして、その時に飼育技研っていうね、開発会社の方に、私の方でね、紹介し、やっていた富士通の社長、本社の社長ね、三輪さんとね、銀座でステーキ食べに行きましてね、私の父とね。で、大学を卒業しまして、大学の先生の資格を取ってまして、それで、まあ、大きい会社は面白くないということでね、私の方も大きい会社経営してましたのでね、JBCC ホールディングスってね、私の方でね、創業してましたから、家の方でね、富士通の社長の三輪さんはね、やらしてまして、経営をね、私、家の方で経営してたんですけど、富士通のね、富士通をね、三輪さん通して三輪さんに社長をやらせて、推薦というか、命令出してね、で、富士通の社長を三輪さんにやらせてたんですよ。でね、で、私は大学卒で、まあ、会社は大きい会社も経営してる。で、勉強ということでね、飼育技研という会社に最初僕は大卒後、大学の先生の資格も取ってましてね、富士通の社長、ね、銀座で高級ステーキ屋さんの方にいて、まあ大したことないけども、その時父が予算がなかったんでね、まあ、その程度しかできなかった、忙しかったりしましてね。で、それでね、飼育研という会社で、ベンチャーの会社がいいだろう、勉強になるのにいいだろうと、大きい会社は面白くないということで、そうかして入ってて、2年ちょっととか、ぐらいでちょっと大きい病気かかっちゃったんですよ。やっぱベンチャーきつくてね、またモグリでね、えらいことを隠して入ってたもんですから、人当たりが非常に、っていうよりか、一般の労働者みたいな感じで働かされるんでね、きつかったんですよね。で、体を壊して、私、デリケートだったんで、で心臓をもやられまして、で、2ヶ月間重症で入院したんですよ。あと、尿管結石も2つダブルで食らってましてね。で、初め、民間の病院に行ったんだけども、そこでは手当てができないということでね、私の方が言ったんだけど、大きい病気だったということでね。で、医者になかなか最初伝わらなくて、ちっちゃな病院でね、入院してたんですけど、それをね、私が教えて、で、聖マリアの大学病院に移転したんですよ、入院中ね。それで2ヶ月間入院したんだけども、重症だったんです。で、検査はやっぱりいじめられましてね。それで死にかかりまして、また特に体弱くなっちゃったんですね。2回目の大学病院まで運ばれるまでね。で、特別重症患者のピンクかなんかあるんですよ。そういう特別で、そこに、まあ僕は高いもんじゃなくて、一番込み部屋ですね。同じ部屋ばっかりいるね。込み部屋でね。ただ、会社員だったんで、保険料が1割負担だったんでね。で、支払ったのは60万ぐらいだったけども、600万ぐらいのかかりましたね。実際600万ぐらい。800万ぐらいかかったかな。で、保険料で1割負担で60万か70万ぐらいだったと思います。ね、退院するまで2ヶ月間入院で、実際は800万とか1000万近くかかったんですね、静かね。それで、聖マリアの大学病院で、込み部屋ね、一番安い
ベッドの部屋でたくさん大勢いるわけです。でゆくゆく死んでいく人いるわけですね。で何人も見て3人ぐらい同じ病棟で死にましたかな。緊急で言われるんだけど、あの個室じゃないからね、みんなね、私のいたところはね、それでピンクかなんか赤かなんか貼ってあって最も重症な患者がいる部屋なんですよ。で私も重症だったんで、心臓もペースメーカー入れてまして重症だったんでね、で尿管結石の手術をしたんですけども、体が弱ってたというかね、なんせ普通人の中でね、勉強で働いたんで労働はきつくてね、耐えられなかったんですね。私デリケートすぎて、本物貴族なんでね、君が要は岩尾となりてって岩尾という、岩尾王子だったんですね。王子だったんですよ、本物のね、貴族の王子、半負けの岩尾と言いましてね、父も爺さんも岩尾という漢字書くんですけど、打たれてますでしょ。その岩尾王子、だったもんですから、まだ父健在だったからね。それで、ただ周りの、ね、人はね、いい人たちばっかりでね、コミ部屋ですから大勢で一緒にね、で医者も回ってくるんだけど、コンビ屋にね、女性の医者が回ってきたりしまして、順番にね、で大勢いる中にね、まあ安部屋ですね、貧乏ばっかりいる人たちですね、そこで勉強したんですけどね、すごく周りの人親切でしたね。入院してる人ね、全然違いますね。でただ重症患者なんで死んでいく人は何人もあの世行っていなくなっちゃってた、いなくなっちゃってるんですよ、聖マリアン病院でね。緊急にね、なんか